きよーカースいえ本日も始まりました企業のカオスです。ですね、本日はですね、石丸源章さんと、ケロピ前田さんをゲストにお迎えしてお送りしております。ですね、石丸源章さん、すごいですよね。いろいろなメディアに見せたらいいんじゃない。ほら、あ、そうですね、はい、もうどんどんほらそう、雑誌がね、このね、本ですね、こういう本、最近出しました、ね、あまりにもストレートな覚醒剤と妄想をね、もうね、この方のあれですよね、時は結構そうなんです、ミヤネ屋とかそう、ね、テレビにいっぱい出てた、ね、これもっと言ってます、よろしくどうぞ、もっとあのね、私最近こういう本出したんです。これ内容はですね、覚醒剤と妄想についての本なんですよ。ほら、飛鳥さんが去年なんか手違いの中で逮捕されてまた出たりとか、その時にいろんなことが本当なのか妄想なのか盗聴されてるとか、こう自分のこうパソコンがハッキングされて全部盗まれちゃったとか、いろんなこうあった時に妄想って何なんだ、覚醒剤のってどういう風になっちゃうんだとか、彼が言ってることは本当なのか何なのか妄想なのか真実なのかっていう疑問があったじゃないですか。で、妄想って例えばこういうもんなんじゃないかっていう仮定を出してみたんです。なるほど。じゃあこれは実話とあれですかね。私ね、飛鳥さんが捕まった時後に精神病院の閉鎖病棟に入ってたんですよ。入院したわけ、依存症っていう病気を治しましょうっていうことで、入ったんだけど、その時に私もですね、その病院に入ってたわけ。私ですね、この4年間この5年間の間にですね、2度、精神病院の閉鎖病棟に入院してました。依存症っていう薬物依存症病棟、はあはあはあ、全国にそんなないんですけどね、なかなか入ろうと思っても入れないんですけど、あ、なるほど、もう重度の人がと思って、北海道からね、こう全国から重度のよりすぐりのジャンキーたちが集まるね、ジャンキー甲子園みたいなすごいところがで、いらっしゃったわけですね。いらっしゃったです。もう彼なんかもエースで4番ですからね。まあまあちょっとだけ補足すると、ほら石丸さんとか僕とか、まあバーストっていう雑誌でずっと一緒にやって、90年代0年代で、まあその中で石丸さんはね、まあ名作スピードアフタースピードっていうね、まあ自分のそのやっぱりその体験談をまあ本にまとめたのがね、まあベストセラー。私が青春時代にその時ね、今とほらドラッグがさ、すぐに手に入りやすい状況があるじゃないですか。それからと例えば覚醒剤も S とかスピードとか、まあ愛とかいろんな言い方があったりとか、例えば大麻もさ、今だとほら銘柄品じゃない、スカンクとか、あ、そうですね、オレンジペコだから、オレンジペコは紅茶か、あれは違うかな、違うなんか銘柄品じゃないので、そういう時代じゃない時に、はいはい、外国人、中東からのイラン人が街に立って、はいはい、外人が映画の中みたいに外人の売り方で売り始めたんですよ。あ、90年代ですね。それはこの本に書いてある。90年代になぜ日本でドラッグカルチャーがすごい盛り上がったのかっていう、でその時その時代、自分青春時代で、はいはい、そういう時代の自分の青春時代の青春ストーリーを書いたのがスピードっていう本なんです。はい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 。で、それから初めてそのドラッグっていうのが街中で使われるようになって、ドラッグをやるとほら幻覚見たりとか、なんかこうクラブで大暴れしたりとか、なんかいろんなことが起きるじゃないですか、はいはいはい、でそういうことが起き始めた時の青春ストーリーを書いたのが、スピードっていう本なんです、はいはいはい、でそれから15年経って結局今でも覚醒剤と妄想という本を書いてずっと変わらないじゃないかとも言えるんだけど、あとさ、飛鳥さんもスピードを読んでくれてた話って読んでてくれたんです。そういうつながりがやっぱりね、なるほどね。いやでも閉鎖病棟ってどういうことするんですか。精神病院の閉鎖病棟はね、
もうね、絶対行かない方がいいから。閉じ込められてるんだよね。もう窓という窓に鉄格子が入ってますよ。それでね、例えば上の方、天井、例えばほらグランドというか一応運動場あるんだけど、うん、普段は運動場に出れないんだけど、うん、運動場の周りには4メーターのこうフェンスが立ってて、はいはいはい、上に電気センサーがついてて、あ、だから映画の結構の巣の上で の、 その精神病棟みたいな、そうそうそう、隔離されてるわけですね。隔離されてて外界とね。そうで、携帯もネットも持ち込めないし、で電話も自由にできないし、でタバコも吸えなくて、だけどもほらみんな依存症、薬物依存の患者が入ってるわけじゃない、どうしてもやりたいじゃないの、それみんな考えるのよ、いろいろ。例えばね、その時ね、ちなみに病院の中で一緒だったのが高層君って、おおおおおノリピーの旦那さん、高層君も一緒だった。すごいでしょ、すごい、クリーンナップが。いやでもノリピーのさ影響でバースト入っている雑誌はなくなっちゃいましたね。ああ、なるほど。あ、その影響だったんですね、うん、あ、なるほど、ね、ドラッグ良くないと、まあドラッグとか怖いからね。まあ、なんかあれですからね、なんかハマってなんかたしなむ程度にできる人と、なんかもう本当にあれですよね、なんかこうぶっ飛びすぎちゃってちょっとバグっちゃう人っていうんですかね。バグってからが面白いんじゃん。バースト入る時は当たり前なんだけど、ですね、当局からさ、違法なものの専門医師が許されるわけねえだろって。そうだけどさ、みたいな。バースト入るもでも結構長かったですよね。まああれはほらアメリカのハイタイムズと提携して、まあ、ハイタイムズっていうのはアメリカの、まあ、マリファナ合法を訴える雑誌で、まあそこと提携していたから、まあ、ずっと当局に何か言われたの、いやこれアメリカのハイタイムズっていう雑誌に命令されて作ってるんですって言うと、あ、アメリカの命令ならしょうがないかみたいな、ね、なるほどね。そういうので日本がこう逆らえないラインっていうか、そう、アメリカに命令されてるからね。なるほどね、っていうことだったんだけど、ノリピーの一件でついにダメになっちゃう。なるほど。まあね、でもなんかいろんな薬物ありますけどね、なんか自分はもうあれなんですよね、なんか昔の話ですけど、なんかやっぱあったかいのはちょっとあんまり苦手で、あったかいのって分かるのかな、みんな。まあいいんじゃないですか、分かる人と分かんない人がいるぐらいが、まあそうですね、たしなみ、たしなみですね、たしなみですね。一番ねやりやすいのは、病院の中でもみんなやってたのはね、コーヒーあるんですよ、インスタントコーヒー、はい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 、あれこうちょっとナゲットみたいになってるでしょ、ちょっとこう塊に、あれを潰すんですよ、よくカードみたいな、よく潰してこう綺麗な粉にするんですよ、はいはいはい、それテーブルとかの上にこうツーッとこうラインをコーヒーで引いて、おー、一応感じですか、それで鼻からツーンって入れるんですよ、これね、黒コカインって言うんですよ。まあでもそれほら、ライン引いてこう鼻でね、やるシーンっていうのはアメリカの映画とかでもね、結構平気で出てくる、それをコーヒーでやるんですよ。ああ、だからそうするとね、結構いくるんですか、鼻がね、ツーンってくるんだけどね、来るっていうのも痛いんですよ。ああ、でもそうですよね、粘膜ですか、そう でも、なんか気持ちいい痛さの中に少しだけちょっと階段半歩上がったような気がしないでもないんです。ああ、なるほど。で、高層さんがそれも大好きで、はいはいはい、コーヒー毎日毎日コーヒー鼻から吸ってですよ。へえ。高層君、気持ちはわかるけどコーヒーは口から飲むもんだと思いますって言うんですよ、一応。でも聞くんだよね、ツーンってやってるんですよ。でいつもね、会うとね、鼻の周りが真っ黒になる。へえ、あ、もうここは粉で、うん、粉で、はいはいはい、はい、でもあんまそういうことやってると不適格行動っつって、あ、なっちゃうんですね、一人部屋に監視されてる、そう、入れちゃうんですよ。へえ、だからまあ家の中でも気軽に、うん、まあ、どれか気分が湧いたければ、うん、まあ、黒コカイン、うんうん、そういうのもございます。もうちょっとほら、この本にも今の話も書いてあるけど、うん、もうちょっとほら、この本には何が書いてあるのかな、あのね、要するにね、まあ、覚醒剤ってどういうもんか、これ、まあ、まあ、要するにテレビでほら流れることってさ、テレビのでしか言えないことばっかりだったりするじゃない、うん、まあ、そうですね、もう要するにで物がうわーっと襲ってくるように見えるとか、こう幻聴が聞こえて怖いんだとか、すぐに虜になってしまうんだとか、でもそんなことはないですね、必ずしもそうだけじゃない、うん、じゃないですじゃないから、それからあと恐怖を煽ってるんだよね、そうですね、テレビだからね、で実際怖いところは怖いのは ものすごい怖いわけ、で一番よく知ってる、だってそれで病院なんかも入ってる、まあそうですよ、ね、よくわかる、だけどドラッグってさ、怖くたっていいわけじゃない、聞けば、まあ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 、決まればそういいわけですから、決まればいい、バッドトリップって実はバッドトリップってトリップしないよりはずっといいんだから、
はいはいはい、でしょ、だって決まりたいんだ。そうですね、一番よくない、ね、高い金払って決まらなかったら何の意味もないですもん、ね、そう、決まるんだったらバンドでも何でもいい、ね、確かに、そういうような本当のこうところ、それからと、うん、バンドトリップの中でどういう風景が見えたのかとか、どういう気持ちがしたのかっていうのを、うん、普通のさ、例えば裁判とか、うん、普通のほら、患者さんとかっていうのは、はいはいはい、なんか胸がこう、例えばやって覚醒剤をやると胸がスーッとしてこう目がシャキッと眠れなくなりましたとか言うんだけど、うん、そういうのはさ、ほら小学校の作文みたいなもんじゃない、胸がスーッとして目がパッとして気持ちが軽くなりました丸って書くと警察官とかさ、よしっつってさ、あの長所ドンって判子を押される、はい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 、でも私はそうじゃないから、文学だからさ、はい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 、覚醒剤の代わりというのは資本主義の匂いがするんだとか書くわけよ。要するにあれってさ、覚醒剤ってさ、資本主義が生み出してるような部分あるんですよ、やっぱりこう、すごく、まあ、ちょっと文学的な表現すると、それとか、覚醒剤の時に、どういうふうになるんですか、なるんだ、子供にも聞かれたことあるのかな、覚醒剤って言うと、息子がパウダーやってどうなるみたいな、はいはい、まあ、これはね、多分裁判とか、普通の人の体験談読むと、その食欲がなくなり、はいはい、元気になり、集中力が増しましたとか大体書くって言うんだけど、お父さんはね、文学やるから、これをね、詩にしたんだっていうふうに説明したの、はいはい、で、自分はね、五七五って俳句ってありますでしょ、うん、ドラッグやってる時にね、俳句作ったりするんだけど、俳句って詩だからさ、はいはい、でね、作ったのでね、とあるね、とある夏の日にすごく暑かったわけで、こうすごい巨木が、うちの住んでて、その当時住んでたお家がね、池屋だったんだけど、庭にすごいこう太い木が立ってたのよ、200年ぐらいの。で、そこにセミが止まって、ジェーッともう人が泣いてるわけ、もう上も下も。うるさい、ジェーッ、それで、そこでね、ものすごい暑い日だったんだけど、窓開けてたわけ。それでね、そうだと思って、覚醒剤をやってみようと思って、その時覚醒剤があったから。で、まあ、たまたまあったから、吸ったのよ。はいはい、スーッ、カチッつって、スーッて、そしたらね、スーッて吸った途端にね、こう吸ってくって息止めるじゃん、はいはいはい、そしたら心臓がドクンって一回鳴ったの、はい、そしたらそれっきり心臓が止まってしまって、音が聞こえなくなっちゃったの。今までジェーって鳴らしたのが突然シーンと静まり返ってね、うん、宇宙の果てのこう今まで聞いたこともないような静寂がそこにあったの、はいはいはい、でそれを俳句でね、こう鼓動一つたちまち蝉の黙り込む、鼓動一つたちまち蝉の黙り込むという俳句にしたのよ。はい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 、つまり、ジェーって泣いてるのが、吸ったらドクンとなって、突然、たちまちセミが黙り込んでしまった。聞こえなくて静かになってしまった。そしたらね、それを子供に話したらね、やってみたいって言わせちゃった。ダメだよね。ダメだよね。やっぱりほら、なるほどね、眠れなくなって、頭がぐるぐる回って、物が考えられなくなって、食べ物が食べられなくなって、体が悪くなりましたって言わなきゃ。でもね、悪いイメージを与えておかないとですね。でも自分ほら、俳句で書いたら、これ子供にやりたいって言わせないいいイメージ与えちゃったわけですね。そうです、ダメだよね。まあでもあれですからね、でもなんかアプリでもなんでもそうですけど、なんかまあ普段こう生活してたりとか、うん、日常でなんかこう普通の状態でいる状態よりはなんか想像力も豊かになるし、うんうん、あとはなんかやっぱりなんか集中しますよね。なんか例えばなんか部屋掃除してたら、もうなんか毛一本も全部残さないぐらい綺麗にするし、リアリティすごいですね。そう、あとはあれですよね、眉毛こう抜いてたらもう全部抜いちゃうとか、なくなっちゃう、なくなっちゃうぐらいやっちゃうとか、そう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 、集中力は本当すごいんですよ。なりますよね。だからなんかあとあれですよね。だからなんかその専門学生とか、うん、でなんか洋服の専門学生とかでなんかとデザイン画をなんかすごいなんか短い期間になんかこう何百体とか描けとか。言われる時とかはもうあれですよね、バッチリですよね。でもこんなのおすすめはできないですけどね。そうおすすめはしてないですけどね。要するにこう作文じゃない、要するに文学って怖くてさ、覚醒剤やドラッグのことだってさ、ダメですよっていうふうにさなんないわけで、やっぱりこう文学ってもっと心の中にあるもん、はい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 、そういうふうに書いたので、要するに文学も危険なの。自分は文学ってドラッグだと思ってて、はいはいはい、うっかり近づいて文学作品の中にのめり込んでいくと人生ダメになっちゃうよっていうところでは、文学とそのドラッグっていうのは近いところがあって、まあそういうのをねちょっと面白おかしく説明してみようかなと思ったのがこの本なんです。なんか漫画も出てたりするしね。私ね、漫画今回原作やったの。あ、漫画そうなんですか。このタイトルで漫画ちょっと開いてみる。漫画ミッシュあげたり、漫画
あのカメラに漫画を。あったあった、なんか石丸さんにちょっと似た感じの人が。おお、これとかね、これ。あ、あっちカメラ、カメラ、あ、あの、見せて、うん、これですよ、見ようかな、うん、こんな感じで、ね、ドラッグ漫画、ドラ妄想漫画なんですけどね、うん、これはね、はい、未来妄想少年石丸くんっていう漫画で、ね、石丸くん、あの西暦2000バツバツ年からやってきた石丸現象っていう、あの私のあの子孫がなるほど、ドラッグと妄想をめぐる、あの要するに騒動する、あの漫画なんです。あ、面白いですね、うん、なんかもう一人のアシスタントくんみたいなのがね、今日後でちょっと出てくるかもしれない、編集の担当の辻くんになんとなくイメージが、うん、あ、これ面白いですね、うん、そう、あのね、面白いですよ、私ね、うん、ほら文学とかって言ってさ、うん、なんかこうかしこまってさ、うん、文学偉いとかっていうのつまん、いや、つま、面白くないじゃん、そういうの、あ、なんかさ、硬い感じがしますよね、そうそうそう、文学ってさ、もっと本当は不良のもんなのよ、もっと、だって人がさ、人がそれに関わって死んじゃったりするんだよ、文学、俺は文学書くんだ、作家になるんだって言って、結局書けなくって、もたれ死んだりしたりとかさ、それ読んだために、例えば自分の書いたスピードっていう本を読んだためにさ、もう人生ダメになっちゃう人もいるわけ、はい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 、で、それについてあなた、どう責任取るんですか、例えばこれ書いたことっていうのは、これでもダメになる人いるかも、そう、これ読んで、覚醒ドラッグに興味を持って、やった人にね、どう責任取るんですか。でもね、責任を取れないぐらい人の人生をめちゃめちゃにする可能性もあるぐらい怖いものを作ってんのよ。でもさ、それってそういうもんでしょ。まあ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 、なんかね、あの影響は受ける人は結構いますしね、うん、まあそういうもんですよね、文学。今ね、アマゾンでね、これ売ってるんですよ。おう、じゃあアマゾンで通販ができる感じ。そう、あ、まあまあ、あのこれね、あとでちょっと、あのほら何エゴサーチで、あのほら数字今何位になってるかすぐ分かるのよ、リアルタイムで、うん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 、だから上がってると嬉しいです。はい、これね、8800円、プラスちょっとほらもう決めてるか、880円、まあ、8000円でもいいです、ね、うん、でプラスタックス800円だよ、何の値段なんか違うもの値段言ったろ、付録付きで、ね、付録もう白い粉付録付きで、すごい粉ついてるからね、あの歯茎塗りたくったりしてみてください。うわすごいな、ヨウさんなんかすごい、いやいやいや、だからちょっと小ネタですからね。まあでもそれはその石丸さんがさ、この本を書くきっかけはさ、やっぱほら飛鳥の事件があって、まあ、お茶事件と言ったらいい、ああいいのか尿事件と言ったらいいのか分からないけど、ああ、ね、まあでもそれでほら石丸さんがこう結構ねテレビにいっぱい出て、でテレビで話してたことをもうちょっとちゃんとこの本で言ってくれてて、まあ、僕ほらリアルタイムでテレビとかのもずっとおかけやらせてもらってました、ね、見てて、まあ、この本で改めて読むとねなるほどみたいな、あのね、うん、こうテレビに出てさ、ドラッグやとどうなるんですかとか聞かれたりするじゃないの、うんうん、司会者の MC のこと、うんうん、それでね、私一番言いたかったのはね、はいはい、テレビに出るってさ、まあ、これこの番組でもそうだけど、うん、もっと大掛かりにさ、カメラがあちこちについててさ、はいはいはい、5秒前、4、3、はい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 、1秒ずつに1秒刻みに時間が進んでいく時刻か、はいはい、時間感覚の中で生きてるなんてないじゃん普段、まあ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 、テレビの生放送ってさ、もう全部が1秒刻みでしょ、うん、もう時間感覚が圧縮されて、はいはい、それでいろんなカメラが同時に自分を映してて、モニターでどこ見ても自分が映ったりするわけじゃない、うん、で今喋ったことがさ一斉にこう流れてるわけでしょ、生放送で、はいはいはい、1秒刻みに、ね、なんかねその感覚ってなんかすっごいドラッグっぽいわけ、自分、あ、確かになんか言われてみれば、なんかこうドラッグのなんか興奮感、うん、何この日常、うん、加速する、ね、加速する日常感、無限にこう時間が細かくなる、分割されていって先に進まない、でその感覚ってテレビの生放送の感覚ってまさにドラッグなのよ、うん、でもそんなこと言えないじゃん、はいはい、まあそうですよね、地上波だと言えないですよね、坂上忍さんにさいやこれがドラッグですよって言えないでしょあとさ、アスカの移転の時はさ前日ぐらいに電話来て翌日とかさ行った、あのね、もうこう全部の尺がさ、そう早かった、ね、超圧縮されてたよね、なんかさ本当はさこうテレビとか出て、うん、私ドラッグやってた人なんですよって出るわけですね、はいはいはい、で自分の体験を話すってさ、うん、はっきり言って恥ずかしいことなのよ、うん、そんなの分かってる自分でも、うん、でもさやっぱりその高揚感として自分が味わいたいものっていうのはそこにあって、うん、それもあったしさ、あと今ってほらドラッグってこう病気なんですよ、依存症って病気なんですよっていうふうにテレビで
ようやく言えるようになったけどさ、うん、ノリピー捕まった時ってそんなこと言った人誰もいなかったんだよ。ああ確かに確かに。悪いね。で今ようやくその後清原さんの事件があって、うん、でだん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 そういう中でいろんなコメントをテレビの中でする中で、うん、依存症、薬物依存症って病気なんですっていう、こう自分はそれを割と伝える役目っていうのがあなるほどね。なんですはいはいはい、ね、なんかまあ、薬物依存症って結構ね、なんかそう最近だから言われてるようなもんですけどね、だまあ昔からあったようなもんだったんだよね。まだほら病気ってさ、うん、分かんないじゃん、うん、まあ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 そうですよね。今でも解明できてない病気がありますからね。まあ、あと、うん、この本やっぱりほら他人の妄想を笑うなっていうさ、うん、そういうキャッチーもあるじゃないですか。で、うん、一番最後の章にもっとそこからさ、うん、踏み込んだ話もしてるじゃないですか。なんだっけ。いや、この本の中でさ、うんうんうん、だから石丸さんがだから、まあ、そのまあタイトルにある通りさ、覚醒剤というかドラッグからこう入って、うんうん、そのまあそれって人間のほら脳みそとか精神の仕組みなわけじゃないですか、うんうんうん、でそれがこう分かってくると一番最後の章とかになるとか、うんうんうん、妄想っていうのがやっぱ必要だっていう、うんうん、妄想がないと人間は困るって話になるじゃないですか。で確かにドラッグはその妄想をより膨らませる力がある、うんうん、あるんだけど、まあ、同時にまあドラッグあるなし関係なく、その人間っていうのはそのある妄想というかさ、うんうん、それを持つことによって何かその世界観、その人自身の世界観だとかを支えているわけだから、まあ、そこはもっとなんか深い話が出てくる、うんうん、ってさ、うん、我々が今ほら現実っつって、一応これ今現実でしょ。まあそうですね、なんか非現実っぽいけど、うん、現実でもさ、そこってさ、今現実ってことになってるのはさ、4人いて4人が全員でこれって現実だよねっつって、はいっつって現実だよねってことで、現実だって言ってるから現実になってるけどさ、はいはいはい、でも本当は分かんないんだよ。だってね、4人しかこれを現実だって言ってないんだから、もしかしたらモニターの向こうで見てる人はさ、あれは現実じゃないって言ってるかも分かんないし、つまり現実ってさ、暫定的にとりあえず今多数決みたいに、うん、その現実だっていうことにしといた方が便利じゃん。だってここでさ、私がよ、いやーこれは現実じゃない、これは現実じゃないって言われても困るでしょ、うん、とりあえず便利だから現実ってみんなで言うことにして暮らしてるんじゃないのかなと、うんね、もしかするとだからうちらのなんかね、ボディが違うなんかシェルターとかにあってね、みんな寝てるところでなんかこういう映像を見させられてるのかもしれない。すごいな、マトリックスの世界、マトリックスの世界みたいな、ああいうね、でもそういうなんかかもしれないですね。そういうのはほら、ある一部の人が行き過ぎると、まあ、ある種のカルト集団、うん、そのみんなが信じてる現実とは違う現実の妄想を膨らまして、それで集団を作っちゃうと、それそれちょっとある種危険な存在になっちゃうわけ、ね、要するにマトリックスってさ、やっぱ映画今もねちょっと例えてたけど、その後も似たような映画だったけど、はいはい、やっぱすごくてさ、見たマトリックスを当時見た人とかはさ、うん、自分が映画見た後にさ、自分が見ているものが現実なのかしら、あるいはもしかしたらあんな映画の中と同じようなある種の仮想世界だったりするのかしらって、みんながちょっとだけ現実を疑ったじゃない、うん、だからね、私ね、ああいう作品ってすごいと思うの、うん、その作品を本でもいいんだけど、見る前と見た後で全く世の中が別に見えてしまうというか、でそういうものを自分は書きたいなと思っていて、まあ、最初に書いた青春時代のスピードもそうだけど、これもそういう本なの、なるべく簡単に分かりやすくは書いたんだけど、この本を読む前と読んだ後で、街をパッと外に出て歩き始めた時に、こうあれなんかこう全てのものが違う概念で見えてくる可能性のある本、それって危険でもあるんだけど、そういうものを書きたいなと思って、まあもしこれ読んでもらって、そう感じてもらったら一番嬉しいね。あとさ、僕ら的にはさ、マトリックスもいいんだけど、ほら、ファイトクラブとかさ、あれとかもやっぱりほら、現実だと思っているものを、まあ、殴り合いで、あれ面白いね、こう何が現実かっていうのを痛みを通じて探求しようとするわけだけど、あれがさ、それが解決にならないっていうかさ、さらにその妄想が膨らんで依存していくっていうね。マトリックスはね、映画も良かったけど、原作に、ね、チャック・パラニュークっていう人でね、自分と同い年なのかな、だからね、だからそう、あとね、ほらトレインスポッティング最近映画描いたりしたけど、あれ描いた、なんだっけ、アービー・ウェルシュは自分より4つ5つ上なんですけど、やっぱね、自分もそうだし、ウェルシュ、それから
あのチャックパラニックとかね、自分アラフィフね、アラ50の世代っての青春時代の頃って、はいはいはい、そういう、こう現実とは何かとか、自分とは何かっていうものを一回見つめ直すっていう作品が結構出たんですよ。はいはいはい、いや、ファイトクラブは面白いよね。面白い。いや、だからそれはやっぱその90年代のさ、まあ、僕らがバースを作った世界もそれと関係があるんだけど、その90年代にさ、ある種60年代70年代のカウンターカルチャーがリバイバルしたけど、あの頃のリバイバルの仕方って、あのもっと何かあのグローバル、まあ、今もっとそのグローバルが、悪い方に転換しちゃった世の中に今これ生きてるけど、90年代ってね、何かそのさっき言ったその現実と妄想っていうのがさ、うまいバランスでもしかしたら合体するかもしれないみたいなね。なんかさ、その映画のファイトクラブの最後のシーンとかさ、そのビルの中で、あのこうあれハイビルなのかな、作りたかけのビルかな、あの上階の方でさ、主人公と男の人と女の人がさ、つまりあの素敵な飲み方ね。ありがとうございます。何でも思ったら、あのネットを見てる時もこうやって飲むんだと。そうなんですよ。だから顔があんま映りたくなくて。申し訳ないです。男の人と男の人、要するに主人公のあれ誰だっけ、これ、ジョニー・デップじゃ出たいかね。あのほら、あ、なんだっけ、ビッピットでしょ、あ、そう、ブラックフットのさ、女誰あれ、なんか、 かっこいいのよ、パンキシの、あれが手つなぎながらさ、こう時間が来てビルがさ、次々爆破されて、次々街中のビルが倒れていく、崩れていくのをさ、手つないで見てるときに、あのピクシーズの音楽が上がるのよ、もうあれとか最高ロマンチック。ごめんね。あ、いや、だからあのなんかある種のユートピアっていうかさ、その妄想と現実の、まあブレンドしたユートピアを、まあ、もうちょっと信じてた時代が90年代にあって、ファイトクラブっていうのはそこにその身体的な痛みとかもクロスしてきて、すごく面白い作品だ。はい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 、現実を痛みで感じようとしてたんだけど、それでも感じきれないわけ。あの番、あの要するにあの物語って痛みっていうのは常に痛い。 あとあれさ、ケミカルスカリフィケーションが出てくるね、あの薬品をね、体にかけて焼いてスカを作る、ありましたね、スカリフィケーション、ね、でもなんかそれも身体改造ですからね。そうそうそう、で実際問題やってる人っているんですか。あ、いるいる。映画じゃなく普通に、あ、ケミカル、あのグランミニョルさんとかケミカル、あ、顔にもこうなんかあざになってか、あれ、はいはいはい、酸を顔にかけたりしてる。グランミニョルさんはすごいよね。まあでもほら、酸といえばほら映画のエイリアンでさ、エイリアンがほら体が、血液が酸だから、それがほら体にこうかかるとジュワーとかって言って溶けちゃったりしてたじゃん。だからあれをまあもうちょっとあのポタポタっていう感じでやるけどね。あ、なるほどね。でもジューってなる。はいはいはい、でもそれはファイトクラブのそのシーンが出てくる。あ、なるほどね。今日いろいろコメントが、今日これ何の回とか妄想の回ですよ。そう、妄想の回ですか、今日は、あの決してみんなやってるわけではないです。そうですよ、そうですよ、妄想あくまで。でも妄想が必要だっていう。そうそうそう、妄想って、それが妄想か現実かなんて確かめたってしょうがないね。うん、そうそう、私ね、あの妄想しない人ばっかりだったらね、世界つまらないですよ。うん、私なんか芸能人の人なんかもうみんな妄想してる人だと思ってますからね、自分は。なんか草間彌生ってご存知？あ、なんだっけ、はい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 、今やってますね、22日。そうそう、あのほら、水玉でさ、いろんなものが全部水玉になっちゃう。はい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 、あの画家でさ、現代美術家で、でさ、あの人はさ、あの人も精神病院の中に自分のアトリエ持ってるのよ。あ、牛込めの。そうなんですね。で、まあ、そっちにもあるんだけど、病院の中に。それで、あのね、その世界全てのものが水玉で見えるわけでしょ。で、彼女は世界、それをさ、こう自分の見える世界を水玉で描いてるわけじゃない。はいはいはい、私にとって世界はこうなんだっつって。で、なんでそれを、嘘だ、そんな風に見えるわけない、世界は水玉でできてないって誰も言わないじゃない。じゃあなんでさ、飛鳥さんが盗聴されてるって言ってさ、嘘だ、盗聴されてるわけないって言うのかなと思って、記者をされてても、その人がされてるんですよ。で、いろんな妄想ってそうで、人の妄想ってその人の世界の見え方なんだから、要するに人の自分が見てる世界と、あの、りょうさんが見てる世界とか、あの、キャロピーさんが見てる世界とかって、多分色も形も違ってたりするんだよ。で、それをさ、確認のしようがない、ね、それを人、自分と違うからって否定してもしょうがないんじゃないかなと。そう、あのね、あれでは否定する人すごい多いですけど、でもなんか、ね、あの、
決まっなんていうのが正解なんて何もないと思うんですよ。最近その傾向がね、ネットのね、そう、ネットの悪い分じゃん、部分じゃん、はいはいはい、意見が違うとおかしいみたいな。そう、特になんか日本人の人とかってなんか、なんだろうな、仲間を作りたがるというか、なんか同調したがるというか、なんかそんなイメージが、なんか糖質っていうかね、フラットな感じが好きだから、なんで違うのみたいな、いや違ったっていいじゃんかみたいな。特に こっちの界隈にいる人とかだとやっぱりなんか人と違う人がやっぱ多いからいろんな意見が聞けるし、だからみんながみんな一なんか誰と同じっていう人っていないんで、だからなんかそれがそれでまた面白いし、だからなんかなんだろうな、なんか今日なんか話がちょっとなんかあんまりまとめられないですね、わしら。まあ、サインが出てる、ね、そんな感じでちょっと話がめちゃくちゃになっちゃいましたけど、ね、一旦 CM 入りますんで、はい、チャンネルはこのままでね、よろしくどうぞ。最近どうよ。先輩のサポートマジヤバくて指名取りに行ったし、チャイニングの時1万もらえたんで最高っす。え、指名取れた？取れたっす。これもロミジュリの環境のおかげです。俺たちってやっぱりロミジュリだな。イエイエイエイ、すごいな。今日はすごい回ですけどね。すごいね。戸惑ってる、ね、いるよね。コメントがね、いろいろありますけど、なんか気になるコメントとかあります？石丸さん。ゆうけいさん、あー水梅、美味しかったですか？あ、これはあの焼酎半分入ってますから、ね。なるほど。そう、これ生放送だから、いっぱいなんかこう書いてくれれば石丸さんも答えてくれるんで。そうね。ね、私に答えられることなんて大したことないんだけど。いやめちゃめちゃ面白いと思いますよ。なんかいろいろ聞いてみてください皆さん。まあ、あとさ、この本の反響っていうのはほら、この前もちょっとほらイベントやったりとかして、結構ほら、反響っていうのも、著者さんとして受け止めてるんじゃないですか。あのね、本って例えば私、まあ、自分の本今まで十何冊出してきてるんだけど、まあ、文庫に入れたのとか言うと全部やっぱ結構の数になるんだけど、本ってさ、出したとすごく評判が気になるじゃない。それでね、大体本出したとなかなか評判って聞こえてこないもんなのよ、本人に。昔そもそもはね。だけど今ってさ、本が売れてるか売れてないかってオスデータっていうので、その日のうちにもう分かっちゃう。今日何冊売れたとか、昨日何冊売れたとかってすぐ分かっちゃうし、アマゾンの書評とかでもさ、すぐにほらみんな書いてくれるじゃない。嬉しいんだけど、その以前であればね、自分が最初に本書き始めた頃であれば、この本売れるかな売れないかなとかってこう想像しながら、もしかして100万部ぐらい売れちゃうんじゃないのかなとか妄想するのよ。それでもしかしてああいうとこでも売れて、こういうとこでも売れて100万部ぐらい売れちゃって、それで、よーしってこうそういうふうにこう妄想してる間に次の本頑張ろうって気持ちがこう高まってきたりするわけ。でも今ってもう出たら即日売れてるか売れてないかすぐパッと出て、統計が出てきて、この本は売れます売れませんかすぐ出ちゃうよ。で妄想をそう作れなくなって、それでいいとか悪いとかっていうのも、昔はさ、読者がさ手紙とか書いてくれたわけ。ほう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 。で手紙でさ、もうつまんなかったって手紙書いてる人いないからさ、大体ものすごい熱い思いとかがさ、そこに込められていてすごく伝わってくるのよ。で今ほらそういうのなかなかないじゃん。決められたような様式の中、何百字ぐらいの中で大体書いてくれた人嬉しいんだけど、なんかこうそういう意味ではその妄想本を書く人からもこう自分の本をめぐる妄想とかっていうのがさ奪われてしまっていて、なんかすぐ現実突きつけられるのよ。いやー本って今売れないからね。あ、本当ですか。あ、でもよく言いますよね。だからネットで見ちゃうとか、そう、なんか Google で調べちゃうとか。そうそうそう、だから俺はみんな情報タダだと思ってきた。あ、まあでもそうですよね。まあでも特にさ、今回の本はさ、さっきほら漫画が入ってると思ったけど、本としても、まあ作りとしてもさ、まあちょっと奇妙な本っていうかさ、そういうのがあるじゃないですか。まあ例えば石丸さんは、まあ作家としては小説とかいろいろ書いてるけど、まあ小説なわけではないし、なんかこう
対談形式みたいになってる部分もあるし、まあ書き書いた原稿で一続きになってる部分もあるし、じゃあこれほら自分はまあ、ライターとして、うん、いろんなテクニック、もちろんライターとかあるじゃない、うん、でさ本って小説もあるし、例えば脚本のようなものもあるし、漫画もあるし、いろんな表、あと自分詩も俳句もやるし詩も書くし、いろんな表現があるじゃない、それでデザインとかで自分はね、こうそういうの総合的に自分のこの中には込めたところがあるのよ、うん、この本対談の部分をこう続けてみた、見えないか、光ってるもんな、まあ、デザインも凝ってるんだよね、デザイン頑張った新書のだともうちょっとさっぱりしてるんだけど、うんうん、だからそういう意味ではなんかこれに関してはなんか 本全体、あ、これ見せてあげて、これとかさ、譜面だよね、譜面これ ね、この譜面は誰の譜面かっていうとね、竹光徹っているんですよ、もう亡くなっちゃったんだけど、うんうんうん、現代音楽家でなんか邦楽っていうか、なんかこう、そうね、あの世の音楽みたいな感じ、そうそう、妄想じみった現代音楽っていうジャンルがあるんですよ、はいはいはい、その人のスコアをまあ、他のページでも取り上げたりとか、スコアってさ、譜面って音を聞けばさ、はい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 、その人の作曲なんだけど、譜面ってさ、これ自体は音しないんだけど、はい、見ただけでね、やっぱりね、こうイメージは伝わってくるじゃん、絵と一緒ね、なんか希望みたいな、ね、竹光徹っていう人の音楽は聴くと ものすごいなんかこう悪夢のようなインパクトがあるんだけど、譜面見ただけでもドキッとするの、あ、それをこうちょっとやってみたりとか、あ、最高の譜面、あ、そうですね、あ、そう、これが竹光徹ってその譜面なんですよ、これ見えるかな、見えるか、これを演奏しろっていうのもすごい話なんだけどさ、これオーケストラで演奏するわけ、なんか怖いよ、怖い、何の映画の音楽とか全部やってるんですよね、はあはあ、どんな映画のやつ、映画はね、大体60年代が多くて、はあ、中谷達也が、確か主演した切腹っていう映画とかする切腹、うん、あれがやったリバイバルは、海老蔵さんが1名かな、はあ、っていうタイトルでリバイバル、なんていうんですか、リメイクか、うん、リメイクをやったんだけど、それは竹光徹じゃないんだけど、あ、なるほど、やっぱりこう不条理、徳川時代とか武家の時代だからさ、なんか矛盾があるじゃない、その殿様と自分と身分とかいろんな社会の矛盾、竹光徹っていうのは1960年代ぐらいだから、日本もさ公害が出てきたりとか、高度経済成長と公害と、いいことと悪いことがぐちゃぐちゃになってる、ね、ちょうど万博が70年だけど、あの頃に、まあ、いわゆる現代音楽のいわゆる前衛的なっていうか、さっき言ったみたいにそのなんかあの世の音楽みたいな、すごいなんか冷たい感じの、ちょっとゾゾゾってするようなさ、現代音楽、うん、メロディーがあまりなくて、で、竹光徹は結構邦楽っていうか、和の楽器も使ってたりするんだけど、こうほら遠くで尺八がさ、メロディーもなくヒューヒューヒューって鳴ってるみたいな感じとか、で、たまに思い出したようにポンって太鼓が鳴ったりとか、まあ、それも邦楽の太鼓だったりとか、あ、なるほど、混沌って、混沌って概念、混沌ってあるじゃない、こうめちゃくちゃカオスみたいな、カオスな、なんかそういうののこう、しかもこう底辺のこう薄いんだよね、そうそう、ここを竹光はこう譜面で書けるのよ、で、竹光が譜面で書いて音にしたものを自分は文章でタイピングしたいなっていう気持ちがあるんですよ、あ、でもこれ、書いてた時にジョン・ケージとか、うん、結構その現代音楽聴きながら書いてた、そうそう、現代音楽っていうその一つの人間の中の矛盾とか社会との混沌とかさ、妄想とかってわけわかんないじゃない、はいはいはい、それって言葉で書くとわけわかんないこと書いても伝わらないんだけど、音楽ってそれをうまく譜面にするとやっぱ曲になるんですよね、はいはいはい、でそういうのを文章的にやってみたいなっていう実験はこの中でやってみた、あ、なるほど、ほうほう、だからさっき名前が出たジョン・ケージとか、そういう偶然性の音楽だったりとか、そういうランダムにね、音が出てきたりとか、はいはいはい、そういうのがやっぱり、でもそれもある種ね、その妄想と現実のその境界線の無秩序感みたいな、はあ、なるほど、あれよ、あれほら、サムラコーチの件でさ、ほら、新垣さんだっけ、ああ、あの人が専門でやってるのが現代音楽、ああ、で、実はサムラコーチじゃなくて新垣さんが作ってたっていう、ほら、問題になった広島っていうのあるじゃないの、はいはいはい、あれも現代音楽のテイストがかなり入ってる、
うん、まああれはあのロマン派だけど、まあ現代音楽のテイストかな。はあ、はあはあ、なるほどね。自分も全然現代音楽とかも全然今初めて聞いたぐらいだったんですけどね。まあクラシック音楽の中の、うん、戦後の出てきたものが、うん、まあ、現代音楽ってジャンルがある、うん、あ、まあ、ね、電子音楽だとかさ、そういうのもそう、ね、うん、なるほどね。ちょっとね、家帰る前にちょっと聞いてみましょう。 YouTube で入ってる、多分入ってますよね。現代音楽で検索すると出てくると思うんで、皆さん当然ドバッつってもな、でもノイズとかもそういう現代音楽みたいな感じですね。まあそこから派生したけど、ただ一般にもう日本で今ノイズって言ってるものっていうのはもっと本当にいわゆるカオスのさ、はいはいはい、音楽になっている。うん、でもまあもともとジョン・ケージとかが初期にやってたものっていうのはノイズっていうよりは、だからそのいや楽器じゃないもの、ガラクタを叩いたりとか、そういう発想から来てたりするね。でもまあジョン・ケージはあの譜面もきちんと書いてるし、あの自分はね、あれが好きなんですよ。まあまあまあ曲名言ってもしょうがないけどさ、なんていうかな、サーティーンマンバリンとかなんかいくつかさ、こう4分33秒じゃない、いや4分30秒、30秒はあんまり、30秒はもう、まあ、音がないのなんだけど、あの本当の楽器バイオリンを使った綺麗な旋律で、あの超を崩しながらこうなんか歪んだ空間を描いてる作品があるんですよ。あのプリペイドピアノっつってさ、いわゆるグランドピアノにいろいろなんかネジだとかなんだとかいろいろその弦のところに挟んで、そうすると音が狂うんだよね。はあ、そういうのをやってたりもして。あ、ちょっと変えるんですね、それじゃあ、あの もちろん本当のクラシックから入ってるからさ、あのね、こういうこと言うのは多分分かんないし面白くないんだけど、あ、全然全然、あのマーラーって言うんですよ。マーラークラシックの系譜の中で、ま、こう古典の歴史の中でマーラーっていうのがあの バッキー出てくるんだけど、マーラーっていうのはマーラーの10番っていうのは1番あの第一楽章第二楽章を作って死んじゃうんだけど、その1、2とか聞いてもかなりもう現代音楽になってきてるの。まあ、自分は現代音楽ってマーラーからクラシックがいつ現代音楽になってきたの、現代寄りになったのかってマーラーだと思ってるんだけど、10番ね、10番面白いんですよ。あの要するにクラシックとかバロックあたりが流れでさ、ちょっとあるんだけど、はあはあ、面白いんですよ。なるほどね。そこら辺ってなんか映画の音楽とかもね。そうね、映画はね、チャイコフスキーとかの、ね、影響がやっぱ大きいんですよ。あの非常に メロディアス、ほら、だって白鳥の湖とかさ、とかあれだってすごくメロディアスでしょ。だって聴いてると情景出てきちゃうんだから。ああいうのってやっぱり映画音楽にすごくこう結びついていったりするんで、自分はね、あんまりこうメロディアスすぎるっていうか、こうストーリーテリングすぎてやっぱチャイコとかちょっとダメなのよ。そうするとだんだんあの現代音楽に寄ってっちゃうんですよ。はあ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 、なるほどね。でも音楽ってね、なんか人それぞれそれこそね妄想というか、あの歌詞がないやつはもうほとんどもう大体全部そうですけど、なんか音聞くだけで切なくなる音楽もあるし、なんだろうな、なんか悲しくなったり楽しくなったり、なんかね、なんか人を殺したいと思う曲があるかもしれないです。聞くだけで決まっちゃう音楽とか最高。ああ、いいね、最高。あのマリリン・マンソンのスイートドリームスとか好きだな。ああ、私マリリン・マンソンのトゥーミキッドって曲、ああいいですね。すごい好きだったんですよね。あとアップル・オブ・ソドムっていう曲があるんですけど、それがね、めちゃめちゃね、早いのに多分合うんですよ、多分ですか、ね、そう、あのね、自分はね、早いのはね、ベートーベンよの第5よ。あのさ、いわゆるジャ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 ーンってあるじゃん、はい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 、あれってさ、運命が扉を叩く音なんだけど、ベートーベン曰くね、やっぱさ、決まっちゃった瞬間、ちょっとジャ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 ーンでしょ、やっぱり決めてしまった瞬間、運命の扉が突然ガガガガーンと鳴り始めるってすごいドラッグ風ね。自分オペラとかも結構好きなんですけどね。あ、そういいね。あ、なんていうのかな、そういう扉が開けましたね、なんか出ないですよ、なんか、すごいあの、あーっていう、なんかあの揺れる、なんかなんていうのかな、勢いがある感じですか、なんかああいうのがなんかもうどんどん入ってくるんですよね。オペラってさ、なんかほら歌うじゃない、なんかね、人間の体が楽器なわけじゃない、人間の体って楽器なんだなって、その身体がさ、肉体であり、でもそれは楽器としての機能を持ってるみたいなことをオペラ見たときで初めてわーっとこう圧倒されたような感じだ。まあでも聞くのも肉体だから、ね、ああなるほどね、そうですね。だからあのほらスピーカーとマイクロフォンっていうのは同じ原理なんじゃないですか。だから僕らの身体もスピーカーとマイクロフォンを兼ねているわけですよ。かっこいいね。あ、それでね、今日ちょっとほら少し僕も話をしたいんだけど、あの縄文
縄文タトゥー、縄文族の人が来てるので、であとちょっと音楽の話があったんで、ちょっと原始の音の、はい、あの道具があるので、ちょっとこれでヌンチャク、いやこれはね、あのヌンチャクラップスティックっていう、なんかさ、あのすごい原始な用意しててね、すごい原始な楽器ってさ、太鼓がもしかしたらあの人類最も古い楽器なんじゃないかと思う人いるじゃない、うん、でも太鼓っていうのはこう革が張ってあって、うん、はいはいはい、こうバチで叩くわけじゃん、手加えられてる、ね、だから太鼓よりも前っていうのはバチとバチっていうかさ、うん、棒と棒を叩く、うんうん、野用人みたいなみたいなね、うん、そういうものなんですよ、まあ、これはあの、まあ、そうですね、オーストラリアのアボリジニの楽器なんだけど、うん、でこれはあのソングマンっていう人がこれを叩きながら、その、うん、まあそのあれですよ、夢の世界を話してくれるわけなんですけど、うんうん、ちょっとこれで縄文マンを呼び込みたいと思います。もうどういうどういうノリで出てきたのかどうぞ。あじゃあ僕背面で、背面で。あ背面で。うわこれはこれはすごいですね。ちょっと背中を起こしてちゃんと。うん、そう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 。リベンみたいですね。確かにもまあこれほら前もちょっと話したことがあるこの、あ、ちょっと後でちゃんと喋るせる、させてみる、あ、まっすぐね、まっすぐ、ね、M28M から来たみたいな、あ、そうそうそう、あ、ちょっとこれウルトラマンの国から来た人の肌、そうそうそう、あのさ、まあこの番組でも前もほら縄文時代のタトゥーの復興プロジェクト、縄文トライブっていうのをやってる話をしたと思うんですけど、僕あのおかげさまで、来月6月にあのドイツのフランクフルトでその縄文トライブの、展示をやることになりまして、まあこれだから要するにですね、縄文時代、まあ今から1万年前とか5000年前なんですが、その時代に日本に、まあ、タトゥーはあったのか、まあそれは学問上は議論されてるんですけど、僕らはあったと思ってるので、じゃあもう今の生きてる人間の皮膚に掘っちゃおうということで、それで今日来てくれた辻君っていうのは、まあさっきの あの本の担当者であると同時に、あ、そう、ね、担当者であると同時に、まあこの縄文マンとしてですね、今回のドイツに一緒に行くという感じに、すごい、本を作ってた時にこれやってる最中だったんですよ、はいはいはい、それでちょっとまっすぐ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 って、あとでちゃんと喋りましょう、自分がね、こう原稿書いてこうやり取りしてる最中に、なんかしなんかこうなんかこんな、なんかこんな集中しない時があるんだよ、どうしたのって言ったらね、もう昨日掘ってきたばっかりで、はい、背中からずっと血が出てるんですって、真っ青な顔して相当大変なみたいよ。まあこれすごい黒いからね。すごいですね。でもこれかっこいいですよ。でも体以降全部アウトにしてるわけですからね。いやこれは素晴らしいです。ここ押すとなんかどうにか なるの？なんか突然思い出すと押してみたいな、なんかここ押すとなんかピョンみたいな。まあまあまあちょっとこういうのも、まあこれも前もちょっとこの番組を見せてたかもしれないけど、まあこういう。こういう感じでね、ちょっと、もうちょっと寄ってみせてあげて、まあいろんなのがあります。いやー、まあ、こういう、すごい、これ服じゃないからね。あ、これすごいですよ。まあ黒い人。これね、あの、後ろの黒い人はね、あの、あれだから、全部タトゥーだから。まあ、まあ、ブラックマンとホワイトマンみたいなこと言ってますけどね。まあこういう縄文時代に、まあ、タトゥーがあったのかっていうことを実際に掘って、まあ再現プロジェクトをやっていて、まあ、去年は日本で展示をやったんですけど、まあ、それが、ドイツ、あと実はあのマレーシアのクアラルンプールでも3ヶ月、来月から展示がある、はいはい、じゃあちょっとだからこのボタンを押してくれっていうのが随分あるんだけど、このまま押してみますよ、押してみますよ、えいっ、あ、短いなあ、あ、ほらこのタイミングで押すとあれになるじゃないですか、ウルトラマンみたいな、ね、ウルトラマンもある、最近どうよ、先輩のサポートマジヤバくて指名取りに行ったし、チャイニーの時1万もらえたんで最高っす、え、指名取れた、取れたっす、これもロミジュリの環境のおかげです、俺たちってやっぱりロミジュリだな、
はい、CM 開けました。辻君です。自己紹介を辻さん、そう、今回この本を、担当編集させていただきました辻と申します。いえいえ。で今縄文担当、さっき前田さんから紹介していただいたように、まあちょっと掘ってる最中でして、でまあ現在進行形で、ドイツに、ね、ね、行くんでね。まあ多分みんなも疑問に思ってる質問だと思うけど、なんで縄文のタトゥーを全身施そうと思ったのかなみたいな。まあそれこそでも妄想の話じゃないですけど、今まで日本といえば和彫りだったじゃないですか、日本人のアイデンティティだって言われるのは和彫りだったんですけど、まあそれはそれで僕かっこいいと思うんですけど、なんかそれだけっていうのはちょっと違うかなと思ってて、やっぱもっと長い歴史があるはずです。それこそ前田さんがずっとまあ書いてきたことでもありますけど、なんか和彫りっていうのは自分の中でピンと来なかった時に、大島さんと前田さんがその縄文タトゥーっていうのをポンって打ち出したのを聞いた時に、やっぱすごくピンときたんですよね。で自分はどっちかっていうと日本人より縄文人だっていう妄想の方がしっくりくるんで、この胸毛とかはやっぱり縄文人、やっぱこれもその縄文イメージしてるっていうのは、それは全然そういうわけじゃないです。これは掘ってるんじゃないかみたいな、なんかそういう言われてますね。生えてるんですか、これは。そうですね、やっぱ縄文人、背中からあんまり黒いの入れすぎて前から出てきちゃったじゃないの。それは妄想です。それは妄想です。それは妄想です。ヒゲも濃いね。今日ちょっと本当に日本人、純日本人なんですか。一応純日本人なんですけど、なんか純日本人な感じはしないですよね。そうなんですね、若干アイヌが混ざってる。あ、やっぱり混ざってないな。アイヌも結果縄文が一番 DNA 残ってる。じゃあ北海道ライブなんで。でも、もともとさ、縄文人っていうのは最初に日本列島にいて、でそれがさ、だんだん北の方に行ったとか南の方に行ったとも言われてるし、で農耕を、まあ、持ち込んだ弥生人と俗に言われてる人たちっていうのは、まあ、基本的に、まあ、大陸から来た人で、あと、まあ、縄文人って言われてる人たちをかなり根結するので、その単純に2つにさ明確に分けられるわけじゃないで、あとちょっとこれははっきり言っとかないといけないんだけど、縄文時代っていうのは実はすごく長くて、1万3000年あるんですよ縄文時代は。それに対して弥生時代っていうのは600年しかないんです。で日本の縄文時代がなぜ面白いかっていうのを世界的に言えば、農耕がさ入ってくるのを長く拒否してたんだよね。で縄文時代のいつ農耕が入ってきたのかって議論があるんだけど、入ってきた地域と入ってこない地域があるから、だから結局入ってきた地域っていうのはやっぱり大陸から渡ってきた人たちが勝手に農耕を始めたりしてたけど、その前に住んでた縄文人の人たちは農耕をなかなか受け入れなかった。それはなぜかっていうと農耕が必要ないっていうか、そのすでに、だからそれが僕らがこの例えやってるもう一つの理由だけど、こんだけ豊かな文様、まあ縄文土器の文様は全部ねタトゥーの図柄なんじゃないかと僕ら思ってるんだけど、この豊かな文様文化を持っていたんですよ。でそれはまあ世界的には非常に注目すべきところで、世界的には普通は農耕が始まってから文明が始まるっていう風になってて、で大体農耕が来ると大体みんな農耕になって、それでこう国ができたりして文明が始まるみたいになってるんだけど、日本は狩猟採集の生活のままこの縄文文化っていう独特な文化を育んで、それを要するにこの文様ですよね、文字はなかったと言われているんだけど、こんだけの豊かな文様があるのはこの文様に意味があるんじゃないか、ストーリーというか、だからそのこの文様をこう1万3000年もの間こう守ってきたり、それがこういろいろ発展したりして、で同時にこれそのほら縄文土器ってやっぱりほらあれ鍋だっていう人たちもいっぱいいるんだけど、鍋として使うにはゴテゴテしすぎてるじゃないですか。でまあ僕らのご意見番の北海道の考古学会の会長の大島直樹先生が言うには、縄文土器も全て人間の体を象徴しているから、土器の文様はみんなタトゥーとして人間の体で彫られたんじゃないかっていうふうに言っていて、そうかっていうことですよ。だからやっぱそうするとその僕らっていうかその縄文時代の、まあ、日本人の身体っていうのはその縄文土器みたいな模様になってたんじゃないかっていうことになるし、でもそれはさっきの妄想の話と
つなげるとすればさ、うん、頭の中の妄想が文様になって、うん、それが人間の皮膚というか体に、まあ、彫られていたとも言えるわけなので、だからその今ここ の今辻君がね、うん、まだちょっと完成してないんだけど、うん、辻君が見事縄文マンになったら、うん、辻君という存在は妄想と現実の狭間に存在する、うん、あの縄文マンになるんだよね、うん、まあそうすごいね、うん、それがある種その古代人 の、うん、あの世界観、うん、メンタリティなんじゃないかって、うん、それがさっきその僕らのご意見番の大島直之先生が言うところの縄文の世界観とすごく重なる。だから妄想と現実がその身体に彫られたこの文様によってその合致するというね。なるほどね。なんかすごいすごいあれな質問していいですか。はい、なんかあの、はい、辻さんは今ここ掘ってるじゃないですか、はい、でこれで今何時間ぐらいかかってるんですか。僕はちょっとなんか皮膚がすごい硬いみたいで、ほうほう、なんかあの通常よりも時間がかかってるんですね。で、おそらくもう11月スタートで、でももう20時間以上かかってるんじゃないですか。20時間で20時間でここまでするんですよ。すごい、あの掘ってくれてる大島さんがもともとすごい早いって言われてる方で、で多分僕じゃないもっと柔らかい皮膚の方だったらもっとこの時間あればはもう多分足も終わってるぐらいまで進んでると思うんですけど、ちょっと皮膚がすごい硬くてなかなか色が、あと治りがね悪い。そうですね、治りもなかなか時間かかってるので。ヒーってやってるの、うん、今、まあ、最後の方はそれぐらいのペースでしたけど、最初は2週に一遍ぐらいで回復待ってだったんですけ ど、まあ、この期日に合わせて。はぁ、いや、これすごいですよね。なんかすごいですもんね。だってかゆく、かゆくなりそうですもん。今かゆいです。めっちゃかゆそうですもんね。かゆって全部剥がしてあげようか、こっぱり。ダメ、綺麗に仕上げない。飛んじゃったりとかして。ね、あとなんか最後にほら告知とかしなきゃいけない、ね、え、告知何か。ああ石丸さんほらトークが6月にあるんだよね、うん、6月に、そう、ロフトプラスワンでね、6月の26日かな。 あと僕ら明日もあるね、トークがね、高円寺のねパンディット、あの釣り崎さんの写真展やってる。おお、高円寺パンディットで明日、はい、夜、7時ぐらいかな、7時ぐらいから、はい、やってますんでぜひぜひ、はい、あの料金は、料金は普通の料金ですね、1700円か800円か、当時だと2000円ぐらいかな、うん、そんぐらいでやってます、はい、あとですね、これ Amazon で買えるんで、はい、よろしくどうぞ、ぜひぜひ買ってくださいね。みんな妄想合いそう。あとあの私ほら Twitter の ID 出てるけど、もしよろしければ、うん、あと26日ロフトプラスワンでイベントやるんで、6月26日ぜひ、また再来週です。みんな